それから今回私たち大事件が起きました。初心者気をつけた方がいいナンバーワンかもしれない。初日私の携帯が落としちゃった。しかも雪の中、携帯の収納場所は気をつけた方がいいし、きっちりファスナー閉めなきゃいけないなって。現在6時半、気温20度の台湾からマイナス6度の北海道にやってきました。早い。さて私たちは今回北海道にあるクラブメッドキロログラウンドにやってきました。社員旅行。私も人生初めてのスノーボードの上で楽しみなんだけど。日本人なのに九州出身だから雪降らないからね。じゃあこれ行ってみます。わーすごい、窓からの景色、雪景色が見える。すごい綺麗だね。これは台湾にはない景色だ。北海道に来た。すごい、お部屋からこんな景色が見えるなんて。ここ標準のお部屋なんだけど、リビングみたいにここの空間が広くってゆったりしてすごいくつろげます。お布団もふかふかだし快適。みんなもう好きやろうとしてる。よし、私たちも負けてらんない、頑張ろう。 OK。 肚子大、昨天又喝了三杯啤酒、可能又多了两寸。クラブメイト内ではこの鍵をキュッてするだけでお買い物ができます。私は妹に借りてきました、全身だからこんなにヤングです。許してちょスキーの装備を完璧に用意してる人もない人もここでレンタルできます。超便利じゃん、部屋から降りたらすぐ。 Can you speak English? Very very little That's all。 やばい2人もスノーボード。はい、2人ともスノーボードです。レベルがどれぐらい上手？初めて。はい。So exciting! First time!Where are you come from? I'm Japanese. I live in Taiwan. たくさんありますね。バイソンが必要です。人生初のスノボ。頑張ろう。かわいいじゃん、なんか。頑張るぞ。めっちゃ大雪だ。Go go go! さすが初心者だ。初心者だけ遊ぶやつだ。My name is Kaji. Kaji, Japanese ski and snowboarder. Thank you for joining today. Thank you for joining today. だいぶ滑れるようになったよね。やっぱ滑れると超楽しいな。なんで私この年までやったことなかったんだろう。早くやらないと。早くやらないと。もう40歳だろ。まだだよ。上手じゃん。先生は45歳からだよ。じゃあちょっとこれからワンシーズンに3回ぐらい来れば追い越せるんじゃない？クラブメットにスキーに向かうときにスキー場に行く手前のところに各部屋ごとにロッカーがあって、部屋と一緒、鍵をこうやってかざすと開くので、こういう自分専用のロッカーがあると便利だし安心じゃない。ここで装備したらすぐにスキースノボリできる。どのぐらいすぐですか？これぐらいすぐ出たら目の前に行ってきます。走行です。よし、リフトになるぞ。哦、oh, 高手高手访问高手高手，因为我们这次的画面都是出行者，所以我们决定跟高手拿画面来放在我们的影片里面。如果是听高手的，你可以参考一下。啊，不然大家影片看，我们都只有在那边摔倒而已。对啊，没有看到那个学长的全貌。要不然都没有那种很像影片里面很帅，对对对对。对啊，我们只有秀捧秀捧。对啊，不行。就是这一个缆车坐上去就只能滑下来，所以这次我们的影片我们不会有看过哟。嗨。つまり私用です。ガウめっちゃ綺麗だね。おお、すごいじゃん。綺麗、いいね。ここ滑れたら気持ちいいだろうな。めっちゃ綺麗じゃん。登ってきたね。まだ雪は少ないのかしらね。真っ白真っ白だ。
美味しい。雪花瓶だよ。本当に？メニュー持ってきたよ。全自由言。今回私たち初めてスノーボードに挑戦するということで、用意するのも何を用意したらいいか全く分からなかったんです。新手の皆さんに向けて経験したことを分享したいと思います。まずは準備するもの。もちろんね、スキー場でスキーのウェアだったりとかボードだったりとかレンタルすることができるんだけど、絶対に自分で用意しないといけないものがあります。それがまず帽子。寒いからね、しっかり耳まで。でも帽子注意であります。一番最初の日にボンボンがついた帽子をかぶってました。かわいい。でもヘルメットをするからここが圧迫されてすごい最終的に痛くなったので、皆さん注意してください。ゴーグル。ゴーグルも注意であります。鼻の筋のところ気分が開かないやつにしてください。気分が開くと自分の息吐いたので白くなって見えなくなっちゃうから、この後ろのパカって止めれる方が便利かなって私とジェリーは使ってて思いました。続いてネックウォーマー。こんな感じの簡単なユニクロでもね1000円ぐらいで売ってたので、滑ってると風受けるからね、ここ真っ赤になったりとか、あと日焼けが気になる人にも、首だけど長くすればここまで隠れるから、もっと寒さ対策万全にしたい人はかぶってみて。ジェリー、風とかもビュンビュン吹いても痛くないっていう、ね、でも銀行に行くときはしない方がいいよ。ダメ。これは手袋。みんな携帯よく触る人は開けると眼印の薄い手袋をしてる人が多かったです。それ私たち今回持ってきてなかったから、毎回外すたびに冷たってなってて反省って思った点でした。あとクッションっていうか、お尻からこけても腰からこけても痛くないようなサポーターパッツみたいな感じで履けるのがあるから、それを中に仕込んでいます。すごい牡蠣ある。しかも目の前で剥いてくれる超新鮮なやつ。すごい。このレストランは日本もあるしインドもあるしベトナム、もうとにかく多国籍の料理がその国のシェフが作ってるから本場の味がいただけるすごいレストラン。全部作りたてだよ。全部目の前で、ピザも目の前で焼いてるよ。しかもこれ食べ放題だよ。これ満足感すごいわ。食べよう食べよう。いただきます。北海道の超美味しい食材を使ってるから、食材が美味しかったら料理が美味しくないわけないよね。デザートコーナーにやってきました。デザートもね、手作りのデザートがいっぱい並んでて、ケーキもね、マカロンまであるの。いちごちゃんも。キャラーン。北海道といえばソフトクリームが欠かせません。ミックスもあるんだ。おお、上手じゃん。やりますね。50元。 You are beautiful. Oh, thank you, thank you. I'm Demi, by the way. Hi, I'm Mariko. Mariko, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Mariko. 台湾的好朋友。 Oh, my name is Jerry. Jerry, nice to meet you. Nice to meet you. Do you have anybody joining you for lunch? Okay. Of course. Okay. Okay.OK OK， 是 OK。我们都会跟客人一起吃，就像朋友朋友之间交流一样。而且从一大早开始就很有活力，一整天都会充满着热情。你也算是在帮台湾做国民外交，让大家认识台湾。谢谢你。但是我很开心跟大家说我是台湾人。我也是，我也是，加油加油加油！谢谢。Where are you from？ 台湾。台湾。Nice. I thought maybe Japanese. I'm Japanese. That's why. Husband and wife. Yeah. He's Taiwan. Taiwanese. Yeah. He's Taiwan. I come from Summer, South Africa. Wow. How long? Two airplanes. First one, go Dubai, 10 hours. Second one from Dubai, 8 hours. Almost one day. With just 2 hours. Watch a movie. Me, I watch 5-10 movies. Same as you.まだ一日終わらないよ。まだまだ続くショーを見ましょう。食事の後に毎日テーマの違うショーが繰り広げられています。一日長いな。ここで働いてる人、日本のホテルの全然違う感じがする。友達みたいに目が合ったらすぐにこうって笑って、今日どう元気ですかみたいな感じで、なんかすごいフランクな感じがするよね。すぐ踊ってくれる。さっきパフォーマンスしてた人たちが実際にここで働いてる GO だったりするからびっくりするよね。え、今日寄与してくれた先生がすっごいかっこいい格好でそこにいるみたいなね。一日何回ぐらい帰還してるんだろう。本当にサービスを提供してくれてるっていうか、友達を作りに来てるわけじゃないんだけど、なんか
自然と友達の感覚になれるその楽しさって何かなかなかもう仕事じゃないみたいだよ。めちゃ伝わってくる情熱が。すぐ食卓に座って一緒にご飯食べたりしてくれるの。今からスノートレッキングに参加してきます。見てこのスノートレッキングの靴、コンドクター君のここになんか葉っぱになったみたい。水の上で浮きそうよね。ガイドの大自然を楽しみましょう。行ってみよう。お疲れだ。頑張ろう。イエーイ。見て見て、なんかの動物の足跡がある。何でしょう。内かぶりになった。この辺にいるはず。なかなかいいよね、この一歩一歩足の感触を楽しみながら歩くの。本当に空気が綺麗、超気持ちいい。気持ちいい。体結構ほぐしたから外ほぐさないか。もっとビール飲むため走ります。いや、雪景色を見ながらのヨガすごい気持ちよかったね。やっぱスノーボードとかすごい激しい運動だから、必ずやった後にストレッチが必要だけど、ちょうどヨガがいいストレッチになりました。それではこの後スノーボードで疲れた体を温泉で癒したいと思います。あーすごい、超気持ちいい。雪が降ってきた。温泉に入りながらすごい綺麗だったし、熱いお湯に入って水風呂入って露天風呂入ってずっとぐるぐるして超気持ちよかった。いい汗かいた。雪見ながら温泉最高でした。帰りたくないね。台湾から北海道にパッて飛んで、そこからすぐバスで移動して1時間半ドジャチュに着いちゃう。で着いた後はもうこの中で全部済ますことができるっていう、めちゃめちゃファンビエンな旅行を過ごすことができましたね。で子供ちゃんがいてもね、子供ちゃんをスタッフさんたちに預けて2人の時間を過ごすっていうのもできるし、なんか食べたい、なんか飲みたいと思ったらいつでも食べれるし、現地の食材使ってるからとにかく美味しい。そう、来年も社員旅行お願いします。頑張ってみんなに楽しんでもらえるビデオを作って来年来れるように頑張ります。それから今回私たち大事件が起きました。初心者気をつけた方がいいナンバーワンかもしれない。初日私の携帯が落としちゃった。しかも雪の中、携帯の収納場所は気をつけた方がいいし、きっちりファスナー閉めなきゃいけないなって。まあ万が一もし iPhone 同士であれば、同行者と iPhone 探しの機能ペアリングしといた方がいいです。鳴らして音で見つかった。本当に携帯が落としたら気持ち的にも思い込んじゃうから。雪解けするとスキー場にはたくさんの携帯が落ちてるらしいよ。本当に気をつけてください。谢谢你们，谢谢，为台湾争光。台湾有你们真好。对啊，谢谢帮我们介绍台湾。他有真正台日友好，台日友好，台日友好，台日。嗨 ，Andy， 大年。お世話になりました。ありがとうございました。谢谢，谢谢。嗨，嗨啦。有一点真的好舍不得离开的感觉，哎，我有一点血栓，溢出来。